あの頃に帰りたい。はい、どうもよしきんです。いやー、最近どうですか。最近ね、いやーね、もう最近ね、ヤフオクとかね、いろいろ見ててね、本当にね、あの頃に戻りたいなーって思うのは、最近ね、前も言ってたと思うんですけど、おもちゃね、プラモデルであれ、フィギュアであれ、ソフビであれね、もうね、掘り出し物ってないじゃないですか、もう。要はネットは普及しすぎで、ね、昔懐かしいなーって、これ欲しいなーって、これいいやつやなーって思ったやつってさ、まあ全部プレネ、高くなってるでしょ。特に昔のもんとか。ね。もうだからさ、面白くないですよね。なんか昔みたいにそのおもちゃ屋とか回ってさ、わ、こんなんが、こんな値段で、みたいな。ね、こんな売ってんや、みたいな。これレアじゃない?みたいな、そういう楽しみ方全くないでしょ。ね。だから、まあこれが新しい企画として、ちょっといろいろ出歩いて、昔のおもちゃ屋さんで、いろいろなんか見て買ってこようかなっていう企画。ね。今回はね、まあ、そのお店をね、ビデオで撮るとね、いろいろ迷惑かかると思うんで、もう買ってきました。ね。まあ、なぜかというとね、お店とかあんまり撮ると、転売ヤーが押しかけるんじゃないかなと。昔の商品とかね、定価で売ってたりすると、来るんだよね。転売ヤーが。転売ヤーがね。だから、まあ、今回ね、もう、店名とかはあえて言わないですけど、もうとある町にあるおもちゃ屋さんでね、いろいろ見てきました。そしてまず買っていったの一つ目、じゃーん、ボイルドエッグ、好きにして、ゆで卵、ね、100円、ね、100円です。ありがとうございます。あー、懐かしいなー。ね。こういうね、もう、色塗ってあるんですよ。だから、俺も完成品やと思って安心して買いましたけど、ね。上だけでした。ここはプラモデルになってますね。でも100円ですからね。ただね、これね、接着剤なんだよな。そうでした。プラモデルって接着剤なんでした。いやー、そうそう。昔のプラモデルって接着剤いりましたね。まあ、いつか気が向いたら作ります。ね。これね。100円ですから。ゆで卵ですよ。うわー!出たー!このシール!水、俺の嫌いなやつ!水でふやけさせて貼るやつ。しかももう古いから、もうザラザラになってるわ。ザラザラ。これもう貼れへんで、多分。ザラザラになってます。ね。いや、100円とはいえ、ね、衝動買いしてしまった。衝動買いしちゃいましたね。なんでこれを買っちゃったんだ。完全衝動買いやな、これ。ちょっと待って、しまいます、しまいます。もうね、古いおもちゃ屋さんとか行って、こういうの見つけるとね、買っちゃうんだよね。ちなみに、ね、2個買っちゃった。2個買っちゃった。2個買っちゃいました。ね。そして次買ったのが、じゃーん。なんでしょうね、これは。サナギマンですね。サナギマン。サナギマンじゃない。稲妻です。150円。ちょっと開けます。稲妻ですよ。懐かしいでしょ、稲妻。これね、何がすごいかというと、これね、見て、グデーンってなっとるでしょ、死にかけとるでしょ、稲妻やられかけ、これ見て、ここにありますね、この鉄の板みたいな、これをここにつけると、ドーン、復活稲妻、これを取ると、ああ、復活稲妻、はい。150円です。
いやいや、これ良くない？いやー、なんとも懐かしいと言いますか。ね、稲妻の150円のおもちゃ。ね。そして稲妻、ね。もう一つ買いました。今のが150円か。これ結構したかな。これは定価1100円ですね。いくよ。ドーン！稲妻！もう古いからちょっとね、後ろとか汚れてるんですけど、まあでも言うてもまだ状態そんな悪くはないわ。稲妻のソフビ、ドーン！ソフビ魂。ね。新しいのか古いのかもすらわからない。いつのやつやこれ。2004年って書いてある。まあ2004年やから、まあ割と古いと言えば古いかな。いやでもこれ定価ですか ?1100 円。ね、安い。安いです。ありがとうございます。そして、次がドーン！はい、俺の好きなやつ。モモレンジャーの、ちょっと開けますか。開けましょう。このシリーズ本当に好きで、ちょっと待って。あ、ちょっと開きますか。これね、前、ソーマンさんとコラボの時ね、シャドウムーンとかのね、同じシリーズのやつ買ってたでしょ。これね、ほんと好きなんですよね。500円ですよ。500円でこのクオリティですからね。ただちょっと古いからさ、パーツとかちゃんと揃ってんのかな。ポロポロいない？それ怖い。ちょっと今組み立てますね。ああ。どう組み立てたらいいんや、これは。こう。え？ああ。パキー言うたけど。見て。怪人がやられてるでしょ、こう。え？モモレンジャーにやられて、ほら、背中に爆弾と絡められてるでしょ、これ。ここに、モモピンクが、モモピンクじゃないよ。モモピンクって何？モモレンジャーや。モモピンクって。あ、ここ！モモレンジャー、これ、どこに立つんかなと思ったら、もう、とんでもないところに。ちょっと待って。画面の難しいな、これ。わあ、大丈夫かな、これ。よし。こんな正義のヒーロー見たことないな。ちょっと待ってね、今組み立ててるからね。難しいな。ポキってないそうで怖いわ、古いから。はい、踏んでますよ。教育上良くないね、これ。もう、本当に。S ですな。敵の怪人の頭をガーン踏みつけてますよ。ね。相手の足に乗って、顔に足を置いて、ね。ほんで、体を爆弾に縛り付けてるという、もうこれ。怒られますよ。PTO が黙ってませんよ。PTO ってない ?PTA です。ね、これは今の子供には教育上良くないなぁ。ねえ。正義の味方のね、女の子がさ、
おっさんの頭にガーン足置いてるからね、靴で。しかも靴でね。しかも靴でですよ。今じゃ考えられないな、これ。こんな正義のヒーローダメですよ。ね。だがそれがいい。ね。昭和のおっさんたちにはこれがいい。ね。いやー、もうちょっとガッチリはまらへんかな。いや、まあこんなもんか。こんなもんでいいか。ね。まあ、実際こんなんしてませんよ。昔のゴレンジャー、ね、こんなんしてませんけどね。フィギュアだからこういう風にしてますけど、それを誤解なきよう言うときますよ。実際のね、特撮でゴレンジャーがこの怪人やつでね、顔面をね、足で踏むなんてことはしませんからね。本当に。そして、つい買ったのが、ね、新しいのか古いのかわからない、この、ウルトラマンの怪獣の詰め合わせ。これね、これは本当に謎でして、二つ買った。300円の二つ。なんかガチャガチャとかじゃないと思うんだよ。だってこれ新しい、比較的新しい怪獣とかじゃない。なんか知らんのがいっぱいあると言いますか。知らんなぁ。知らん。まあでもダダとかいるなぁ。ダダとかいるけど、でもなんか比較的新しい気がする。なんとなくですよ。それを二つ買いました。ね。はい。そして次買ったのが、怪獣大集結。ウルトラマンシリーズその1。400円です。アルティメット、アンティッキューって書いてますね。ラインナップがこんなん。ね。はーい。ゴモラ2ってあるね。ゴモラ2ってどんなやったかな。ね、何があったかわからない。しかもシークレットもありますよ。ね、シークレットも。さあ、開けたいと思います。もうこんなサイズでね、新造形フィギュアが一箱に一体入ってるって書いてあるんですよ。ね、だから塩ビ人形にしては箱大きいし、ちょっと重たいんだよね。ね、なんかこの影から見たらさ、ね、塩ビ人形が入ってそうな感じでしょ。こういった。でも、こんな大きい箱でこの重たさでこれ一個ってことないと思うが、大きいのかもしれないね。開けまーす。これかよ！そういうことか！そういうことか！いやいや、今これを説明しててね、な、これなんでしょうね、で、ガチャかなーとか言うてたけど、これがこれやん！本当に？え？いや、でもこれが入ってる。でもさ、心臓系フィギュアが一箱に一体入ってるって書いたのに、いっぱい入ってるよ。え？あ、そういうことか。こういったのがいっぱい入ってて、その中で、心臓系の、リトラとかゴーガとか、これが、一つ、この中に混じってますよってことか。そういうことね。あー、危ねー。俺、これもうね、二箱とか買うところでしたわ。それやったら、ちょっと待ってよ。これ400円だったんです。これ400円でしたよ、確か。これ400円で、これ300円なんです。損してる！明らかに損してる！だってこれやったら300円で、外から見れるもん。これ、中身、わからへんもん。あ、でもそうやな。ああ、そういうことか。っていうことでーす。あ、で、じゃあ。でね、最後これ掘り出しも見つけましたよ。これね、まあ、今回のおもちゃ屋さん紹介ね、どこのこのお店って言わなかった原因の一つでもあるんですけど、これを見せることによって、転売中がね、押し寄せると思ったから言わなかったんだよね。それが、ダーン！ウォーハンマーの、ドラゴンプリンス・オブ・カレドールが、特価1000円。これやばいよ。
これやばいで。これ1000円は安いで。言っとくけど。これもうマジで安い。ちょっと待って。もうちょっとね。いやもう間違いない、間違いない。もう、これちょっと調べてみましょうか。どれぐらいの値段のものか。これ絶対。絶対安い。知ってんねん、俺。いや、これね、ウォーハンマーってね、全然集めてないけど、俺知ってるんすよ、これ。ドラゴンプリンスオブカレドールがこんな1000円なわけがない。ちょっと調べるわ、調べるわ。いやいや、マジでマジで。アマゾンで調べたら、現在取り扱いしてませんね。ほな、駿河屋で見ましょう。駿河屋も品切れですけど、はい。他のショップ、8200円から、この商品の買取価格、3700円。買取価格、3700円。ね。だから、これ新品じゃないですか。これを、俺がね、もう、ね、駿河屋に直接ヤフオクとか利用せなくても、駿河屋に送るだけで3700円。ね。そういうことなんだよ。ね。いや、まあでも売らないよ、売らないよ、売らないよ。まあ、それはいつか売るかもしれないけど、いや、でも安い。ね。ということなんですよ。ということなの。だからおもちゃ屋さんね。あんまり名前を出したくないわけ。転売中が集まるから。ね。いや、でもこういうのが見つかるんだって。ね。もう本当にちょっとした田舎とかさ、ね。しがないおもちゃ屋さん、しがない言うと怒られますわ。ね。ちょっとしたおもちゃ屋さんとか行くと、こういった掘り出し物がね、当たり前のようにね、定価もしくは安くで売ってるんです。ね。びっくりしたでしょ、今。これ多分、ウォーハンマー集めてる人からしたらさ、もうビビると思うよ。だってこれ未開封ですからね。未開封でこれもう、1000円ですよ。ね、ウォーハンマー。いやー、これやばい。これやばいっすわ。ね。はい、ということで。でね、これからもね、ちょっとね、こういった企画やっていこうかなと思って。どっかね、遠くにね、遊びに行った時とか、旅行行った時とか、まあ、ちょっと遠出した時に、普通のおもちゃ屋さんとか行って、ちょっとこういった掘り出し物ないか、見てきます。で、撮影の許可があったら撮影もしてみます。ということです。いやー、今回はもう掘り出し物ありましたね。行ってよかったわ。うん、本当に行ってよかった。わざわざ遠出した甲斐がありました。ね。はい、ということで、以上、ヨシキンでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。